アメリカ人や。一人だけアメリカ人がおる。おお、確かに。去年まで中学生だったとは思えん。ほんなら猫は？そりゃ猫かきだろ。猫かき。ただいま。あの。ああ、この人はお手伝いさんです。お手伝いさん。はい、リボンをもらいました。リボン。さかきさんどうした？何してるんだ、榊。猫子猫。はあ。耳が少し小さいかな。ただいま。大阪、オレンジあんたのだろ。ああ、そうやったな。この箱は違いますね。卒業したら毎日一緒に暮らせるんだな、マヤ。
ありがとう。榊さんって本当に動物が好きなんですね。可愛いものが好きなんだ。私小さい頃から大きくて可愛くなかったから。そんなことないですよ。さっきマヤーとじゃれてた榊さんはすっごく可愛かったですよ。そうかな。はい、可愛かったです。マヤーは榊さんのことをお母さんだと思ってるんですよ。おやすみ。また学校で。さいなら。